レクサスの ES300H、乗っていきましょう。外観は撮り忘れたので、公式の動画を引用します。スピンドルグリルが広がるようなデザインで、LS ほど気張らずに乗れる、クラウンよりワンサイズ大きく、ワンランク高いようなセダンです。全体へ流れたラインが後方で集まってくるようなデザイン。若い人向けな感じの IS とは異なり、こっちはイケオジセダンって感じです。オーナーは回らない視野で、1万円札が何枚も入った財布を、ポイントカード感覚で取り出してそう。今日はこれを一晩みっちり借りて、中央道からビーナスラインに登り、山道を突っ走って帰ります。というわけでいきなり諏訪湖に到着。中央道での走りは取っておけばよかった。新車価格は600から700万円ほど。今回借りたサイレンカグレードは600万。仙台クラウンの上位グレードは500万円台。ほぼ同じ新車価格となります。価格やサイズ感がほぼ同じセダン。どんな違いがあるのか楽しみです。ES のサイズは前後に 4975mm、横幅は 1865mm。仙台クラウンより前後に 80mm 長く、横幅は 65mm 太いです。雨の夜であり、乗り慣れてないこともあり、この橋の上のすれ違いはちょっと余裕ありませんでした。ほんの数センチだけでかい、そのわずかなサイズ差が、狭いところでは結構響きます。運転感覚は癖のない標準的なセダンであり、アラウンドビューカメラやソナーなどは持ちますが、基本を守って丁寧に乗ってあげましょう。このサイズ感を丁寧に乗らないと、アルファードとベルファイアみたいになります。アルベルって普通車の中では特大サイズなのに、みんな普通に乗りすぎなんだぜ。背も高いから圧迫感が出やすいし、デザインと相まってあんなイメージになったんでしょうな。少なくとも横幅 1800mm、前後に 4700mm。これを超えるサイズの車は大型だと理解して、丁寧に乗ってやらないとダメです。左リアを側端に沿わせるイメージで、左に寄せたまま丁寧に曲がる。それがセダンの大人な乗り方。ドラポジやハンドルの回し方も適当にせずに、丁寧に乗ってあげるだけで何倍もかっこよく見えます。さてこの ES、日本市場ではパワートレインは、2.5 リッターの直四ハイブリッド限定です。車両重量は 1670kg と、EV 時代としてはそんなに重くない。今パワーモードで、フルスロットルとアクセルオフを繰り返してました。トヨタ系のハイブリッドは踏んだ直後にモーターでズドンと出してくれるので、俊敏で気持ちいいです。同乗者と話している都合で音声をカットしていますが、後でエンジン音は流しますね。ただいまビーナスラインへ向かう、かなりきつい上り坂を走っています。しかし動力性能に全く不満はないです。同じく中央道の上り坂も、ぐいぐいと速度が乗っていきます。コーナーを立ち上がってエンジン全開。次の左カーブで追い込んでみましょう。コーナリング特性については後で、エンジンは最大178馬力、最大トルクは221ニュートン、モーターは120馬力、202ニュートン、足すと298馬力、423ニュートンになりますが、そこまで速い加速はしない印象、全体的な印象として、スポーツ系の車じゃないです。中央道を飛ばすにはこの安定性が頼もしいけど、その安定性に振った味付けのせいで、ワインディングを攻めたい人には向きません。ついたのでそこそこ攻めています。せっかくレクサスに乗るなら、ハイブリッドはもったいない気がしますね。レクサスのエンジンは組み付け精度が非常に高く、始動時から回していった際のパワー感まで、トヨタとは明らかに違います。これがわからずに型番が一緒だから同じエンジンだとかネットに書いてしまうと、一発で車音痴がバレます。それくらいのエンジンなのですが、ハイブリッドだと純ガソリンほどの感動は味わいづらいですね。もちろん滑らかに回る特性は健在で、クラウンと同じ排気量のハイブリッドに乗っても、こっちの方がスピードが乗りやすいです。名古屋から諏訪湖まで中央道を走ってきましたが、クラウンの日じゃないほど簡単に160キロまで到達していました。速いって感じはないんだけど、滑らかに回ってトルクが乗るので、知らぬ間にむっちゃスピードが乗る。分回してパワーを得るというより、巡航向けなエンジン設定ですね。パドルシフトもマニュアルレンジも備わっており、CVT を多段式 AT として動かせるモードがあるのですが、ギアを指定してベタ踏みしても、レッドゾーンに近づくと自動シフトアップはせず、そのままベルトが動いてギア比が変わります。4000回転ちょいから上がらなくなっちゃう感じですね。回す楽しみより、回転数を気にせずに踏める気楽さを優先しているのでしょう。そういう車です。次はハンドリングについてですが、これはステージによって大きく評価が変わります。市街地はゆったり乗れる標準的な癖のないセダン。問題はワインディング、曲がろうとして円滑に荷重をかけても、旋回初期にアウト側のフロントが、よりアウト側へと向かうような動きが出ます。ニュートラルにひらひらと前たクラウンとは異なり、こっちは乗り物が曲がりたがらない。フロントのスタビライザーを強めにして、旋回中盤に前がアウトへ逃げるような、アンダーステア傾向を作る車は多いですが、ES はそっちじゃなくて、ターンインの際の重さと遅れが出ます。車検証を見てみると、
軸重はフロント1トンにリアは700キロ。エンジンは横置きで、フロントヘビーな FF ではあります。でもプリウスや他のセダンでこういう動きは出ないので、私はゴムブッシュの設定が怪しいと思います。一旦左コーナーにおける右フロントタイヤを例に取りましょう。減速からターンエンジンにフロントタイヤとその足回りのアーム類が押しつぶされます。この際にアウト側となる右フロントのタイヤだけ、左フロントとは異なる方向に、アライメント変化が起きてそうな動きが出ます。乗り物が曲がりたがらない。私は直進安定性の塊みたいなプリウスを、荷重移動でインに吹っ飛ばしながら峠道を攻めまくってるので、乗り方の問題はないはずです。こういう動きはジャガー XF に乗った時以来ですね。あっちと比較した場合、レクサス ES の方がまだ旋回性やスポーツ性はあります。まあ要するに ES は、こういうワインディングを攻めるような車じゃないってことです。ここまで聞くとあんまりいい印象がないように聞こえますが、高速道路では激変します。逆にこの安定性が、圧倒的な安心感につながるのです。乗り物の動きは終始安定しており、段差を越えても不安定感につながる動きは瞬時に収束。ブレーキをちょっとかけても、ノーズダイブは小さく姿勢がいつでも安定。非常に高いラインとレース性が実現されており、ハイブリッドと相まって、あっという間にスピードが出ます。しかも山道の上がりで、ただその速度が出るというわけではなくて、そのスピードをキープしたまま、雨の中央道を安心してゆったり流せるんです。路面のうねりや水で湿った金属の段差、ノーブレーキでは怖いカーブも、丁寧に操作してやればスパッと安定します。雨の夜の中央道をそのスピード域で走る恐怖と難しさは、実際にやったものにしかわかりません。そんな速度域でも同乗者に恐怖を与えることなく、なんならそんなスピードが出てることさえ認知させず、安定して走り続けられる。これはすごいことです。途中で雨が強くなって、路面がハイドロプレーニング気味になりました。さすがにペースダウンしていますが、それでも結構なスピードのまま、段差を乗り越えてタイヤが片輪だけ水たまりに落ちる。片側だけハイドロプレーニング、むちゃくちゃハンドルが持っていかれる。普通ならちびるほど怖い場面ですが、そこは FF の安定性の高い大型なセダン。ゆっくりとアクセルを入れつつ、落ち着いてステア操作で対応。何も危なくない。そこからさらに上の領域はドイツ車の出番でしょうが、レクサスは燃費と乗り心地があります。そんな速度は公道で出すもんじゃないと思っているので、これで十分でしょ。路面が荒れた中央道でこれなので、新透明も空いてさえいれば余裕ですね。とまあ、この安定性をどう活かすかは乗り手や状況次第であるわけです。言い忘れてたけど、そんなスピードのまま他の車抜いちゃダメですよ。湾岸線のポルシェみたいになる。せっかくのハイブリッドシステムを活かし、追いつくまでは充電、追いついたら放電して再加速。うまいことやれば、リッター20くらいはキープできますよ。さて ES を買う方のほとんどがそんなペースで走らねえよと言いそうなので、実用域の乗り心地の話をしていきます。ここは仙台クラウンと大きな違いを感じました。ある程度の衝撃はフレームに入れてしまって、その後にボディ全体をイカダのように揺らして、車体を上下に動かして追従させるような動きをします。例えば足を上下にたっぷりと動かしたり、バンプラバーで衝撃の大半を吸収したり、そういう車が多い中では珍しいですね。スイングバルブショックアブソーバーという機構が入っているようで、雑味がないような、店を出た直後から違いを感じる乗り味、この雑味がないという言葉、抽象的なトヨタとレクサスの違いを、言葉で表す際のキーワードとなります。この微振動の少なさが、中央道を飛ばしている際の安定性にも寄与していたわけです。瞬間的に滑るような段差でも、ビシッと姿勢が安定する。快適性よりも安定性の恩恵の方が大きい気がします。というのも私はこの ES と仙台クラウンを乗り比べて、乗り心地において気になった点があるんです。それは片輪だけ路面の穴ぼこに落ちるような、ダゴンとフレームに叩きつけられるような衝撃が、断続して入り続ける場面、田舎道やトラックが多い大通りなど、そこそこ遭遇すると思います。その段差に落ちた際、さっき言った、あまりダンパーの部分がストロークや揺れの吸収をしない、という特性があだになります。中央道を名古屋へ向けて下っていると、だいたい10キロに1回くらいの頻度で、体に叩きつけられるような衝撃が入ります。これはセダンだからというわけではないです。SUV でもこうなる車種はいる。足のストロークというか、衝撃吸収容量というか、そこら辺の差です。ES は乗り心地がいいか、と聞かれると、今申し上げた理由から私は少し回答に迷ってしまいます。まあごつごつ硬い系の乗り味の車の方が多いですし、私の同乗者にこの話をしても、あんまりピンとこない様子でした。さっき私が言った、片輪だけ穴に落ちるような断続した衝撃。この単語にピンときた方は要注意ですね。仙台クラウンの方は足のストロークがかなり長く、スポーツモードでは減衰を締めることで安定させていました。持ち前のストローク量の大きさで、そういう穴ぼこ路面に落ちる場面でも、そこそこダンパーが吸収してくれていた気がします。だからなおさら、ES が気になってしまった。うねりには強いけど、落ちるような衝撃が入る段差には弱い。そんな感じですね。でも全体的な乗り味の上質感が非常に高いので、同乗者から不満が出ることはないと思いますよ。そんなに列目に来ました。
見てくださいよこれ、アームレストに大量のボタン、空調やオーディオなどが調整できる、メタルなパネルがかっこいい。LS には及ばないけど、家族やちょっと客人を乗せるなら、ベントレーでも乗ってない限りお喜びですよ。コンセントや USB ポート付き、私は2列目にあんまり興味ないけど、この ES はいい空間でした。タイプ C ですね。木目調の装飾が美しいです。サンルーフが全グレード装備なのも嬉しいですね。内装も取り忘れたのですが、木目とメタルとレザーが喧嘩せず、ちょっと古臭いけど高級感ある車内を作っています。言い忘れていたこととして、フロントタイヤが結構踏ん張ってくれるので、雨の中でも結構止まれます。ダウンヒルの急カーブも、速度さえちゃんと落としていれば安全に曲がれます。たださっき言った曲がりづらい特性は要注意で、特にコーナーへのアプローチやブレーキングをよく考えず、とりあえず直線だけ飛ばす人、そういう人がオーバースピードで突っ込んだら、曲がりきれないんじゃないかなと思います。同じように凍結路の下りの左の急カーブも、ちゃんと落としきらないと曲がれる気がしない。FF の安定性という特徴を、良くも悪くも際立たせたような落ち着いた動き、速い系の車ではないけど、そして基礎性能は高いけど、乗り手のマネジメント能力が問われる場面があります。曲がりづらくはあるけど、そういう世界が持たされているという点では、トヨタ系の血統を継いでいると言えなくはないのか。レクサス ES 史上、何気に初めてのレクサスセダンでしたが、多分この ES だけじゃレクサスは語れない。最近は動画の再生収益も伸びてきてるので、しばらくは高級車にも目を当てて、いろいろな動画を作ってみようと思います。今後は BYD や BMW などの EV にも乗っていきます。応援していただける方はチャンネル登録や高評価をお願いいたします。音声が残念で申し訳ございませんでした。次からは無言で撮ります。ではご視聴ありがとうございました。